クリエイティブ・コモンズ、クリエイティブ・コモンズ、略称、CC とは、著作物の適正な再利用の促進を目的として、著作者が、自らの著作物の再利用を許可するという意思表示を、手軽に行えるようにするための様々なベルの、ライセンスを策定し、普及を図る、国際的プロジェクト及びその運営主体である、国際的非営利団体の名称である。 クリエイティブ・コモンズが策定した一連のライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスと呼ばれる。情報を共有しようとすると、知的所有権法や著作権法が障害になる場合があるが、この運動の基本的な狙いは、そのような法的問題を回避することにある。これを達成するために、同プロジェクトは著作権者が作品のリリースにあたって、 無料で利用できるようなライセンスのプロトタイプを作成、提供し作品が Web 上で公開される際に、検索や機械処理を安いような RDF、XML によるメタデータのフォーマットを提案している。2001年、クリエイティブ・コモンズはアメリカ合衆国で非営利団体として設立された。発起人はローレンス・レッシグをじめ知的所有権問題。 インターネット法などの専門家を多く含む。翌2002年12月、プロジェクトの最初の成果として4つの選択肢を複合して11種類のクリエイティブ、コモンズライセンスバージョン1を発表した。2004年、ネットワーク上でのリソースの流通に寄与する活動が認められ、アルスエレクトロニカ賞を受賞した。2011年6月、 クリエイティブ・コモンズは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを利用したプロジェクトや、クリエイターの活動をまとめた、世界各国の事例集、ザ・パワー・フ・オープンをリリースした。2013年3月26日、日本の文化庁は、これまで策定を検討していた独自、ライセンス、クリップ・ライセンスの計画を破棄し、著作物の利用許諾について、 医種表示するライセンスとしてクリエイティブモンズを支援していくと表明した。2017年2月クリエイティブコモンズサーチをクリエイティブコモンズ作品の検索エンジンとして公開した。クリエイティブコモンズは著作権のある著作物の配布を許可するライセンスと作品をパブリックドメインであると宣言するツールを提供している。CC By は作品を複製。 ハンプ、展示、実演を行うにあたり、著作権者の表示を要求する。CC by NC は、作品を複製、ハンプ、展示、実演を行うにあたり、著作権者の表示を要求し、非営利目的での利用に限定する。CC by ND は、作品を複製、ハンプ、展示、実演を行うにあたり、著作権者の表示を要求し、 いかなる改変も禁止する。CC by NCND は、作品を複製、反復、展示、実演を行うにあたり、著作権者の表示を要求し、非営利目的での利用に限定し、いかなる改変も禁止する。CC by SA は、作品を複製、反復、展示、実演を行うにあたり、著作権者の表示を要求し、作品を改変。 変形、加工してできた作品についても、元になった作品のライセンスを継承させた上で、反復認める。CC by NCSA は、作品を複製、反復、展示、実演を行うにあたり、著作権者の表示を要求し、非営利目的での利用に限定し、作品を改変、変形、加工してできた作品についても、元になった作品のライセンスを継承させた上で、 反復を認める。CC 例は、権利者が自分の作品を能動的にパブリックドメインに置くツールである。CC 例は2007年に開発が始まり、2009年に公開された。PDM は、すでにパブリックドメインになっている作品に表示するツールである。PDM は2010年に公開された。グローバルアフィリエイトネットワークは、 クリエイティブコモンズの国際化及び多文化展開を進めるプロジェクトである。85カ国以上の国でボランティア及びコミュニティメンバーが参加している。クリエイティブコモンズの国際化は、クリエイティブコモンズの公認連携組織として、各国で組織が立ち上げられ、各国語版のクリエイティブコモンズライセンスの翻訳や、地域ごとでのクリエイティブコモンズに関わる活動をしている。 クリエイティブコモンズはグローバルアフィリエイトネットワークを通してクリエイティブコモンズの活動を広めクリエイティブコモンズライセンスが利用可能な地域の展開を進めている多文化展開は大きく分けてオープンエデュケーションプラットフォームコピーライトリホームプラットフォームコミュニティデベロップメントプラットフォームグラムプラットフォームの4つの分野で展開を進めている オープンエデュケーションプラットフォームでは、オープンエデュケーションリソース、オアニッシをおいて、教育、学習、研究の分野でのリソースのオープンアクセス化を図っている。コピーライトリフォームプラットフォームでは、インターネット社会、デジタル作品での著作権のあり方の再構成を図っている。グラムプラットフォームでは、美術館、図書館、公文書館、 博物館の所蔵する作品のオープンアクセス化を図っている。クリエイティブコモンズサーチは、クリエイティブコモンズライセンスもしくはパブリック、ドメインマークで公開されている作品を検索する場を提供する。2017年2月に立ち上げられ、初期の検索対象は5 0 0 p x ヨーロピアナ、フリッカー、メトロポリタン美術館、ニューヨーク公共図書館。 アムステルダム国立美術館であった。クリエイティブ・コモンズ・サーチはそれらに所蔵されている高品質の作品をオンラインで検索するサービスを提供する。検索機能のほか、二次著作物への派生サポート、ソーシャルネットワーク機能を計画している。クリエイティブ・コモンズ・ラブスはクリエイティブ・コモンズに関わる試験的なテクニックやソフトウェアを公開していた。 2018年現在は休止しているが、クリエイティブコモンズに関わるソフトウェア等は GitHub でオープンソースソフトウェアとして開発が進められている。サイエンスコモンズは科学研究の分野で研究成果をオープンアクセスで共有し、同分野の発展を手助けする戦略及びツールを設計、開発するプロジェクトである。2005年クリエイティブコモンズのプロジェクトとして立ち上げられた。 2009年にプロジェクトは終了し、クリエイティブコモンズへ活動を統合した。CC ミクスターはクリエイティブコモンズライセンスで反布される再利用可能な各種音源を提供するコミュニティウェブサイトである。2004年クリエイティブコモンズのプロジェクトとして立ち上げられた。2009年アーティッチメディアにプロジェクトの運営を移管した。アイコモンズは クリエイティブコモンズの国際化を推進するプロジェクトである。2008年を皮切りにアイコモンズサミットとして各国でのクリエイティブコモンズのイベントを開催した。2003年6月にはクリエイティブコモンズジャパン CCJP が発足。これは上記のライセンスを日本の法体系に即したものにすることを目的としたインターナショナルコモンズアイコモンズの一環である。 同時にクリエイティブコモンズジャパンも、アイコモンズの一環として日本語版クリエイティブ・コモンズライセンスを発表した。2007年7月25日、活動母体を特定非営利活動法人化し、初代の理事長に中山信弘、東京大学名誉教授が就任した。2013年2月、法人名をクリエイティブコモンズジャパンからコモンスフィに変更した。 2016年3月からは、渡辺千明、慶応義塾大学大学院政策、メディア研究科特任准教授が理事長を務めている。紹介、リンク集、および英文資料の和訳などが提供されている、サイト、または、サイトの一部を以下に挙げる。すでに挙げたもののほかに、以下の文章は、クリエイティブコモンズについての入門、紹介文章として、 頻繁に研究される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。